本日はですね日本の農家が秘めるポテンシャルというテーマでお話を伺っていきたいんですが佐川さんが一体何者なんだという <laughs> えっ、ー、と本題を入る前に、えーはい、こちらをご覧いただきたいと思います。こちら佐川さんの著書で「えー、東大卒農家の右腕に,になる」なんですがこれ帯で堀江さんがですね、えー、やっと出た「本気で農業を支える人」というふうに帯文も書いてるんですけどもともとあれですよね2018年の「ニューズピックスの記事で、はい、私が担当編集したんですけど <laughs> そこで、えー、っと佐川さんのことを 記事して、それを見た堀江さんがすぐコメントされて、そこでご連絡取ったみたいな感じでした。そうですね、堀江さんが。そうなのか。あ、そうですそうです。ニュースピックスきっかけだったんだ。そう。ですです。全然覚えてない。そうですそんで、もうすぐ記事が出て、数ヶ月後にはもう農園に行かれてました。そう、翌月にお越しいただいて、はい、行ってきました。堀江さんでこれ佐川さんのこれどういったところを評価してたりされる？あ、まあでもその農業経営って。 ほとんど実践されてないんですよ。はい、経営じゃないんですよね。うん、でも個人商店ですらない。ですよ。で、それはなぜかっていうと、日本の農家のほとんどは中小零細だからですよ。と、うん、まあ零細だからですね。家族経営というか、まあ家族で代々やってます。みたいなところばかりなので、うん、で、それを仕切ってる組織がまた農協っていう、うん。はい また特殊なまあ、ね、本当この番組でもも何度だから農協って、うん、その銀行とかの機能もありの、うん、商社機能もありの、うん、ありとあらゆるさまざまな保険とかね、うん、だから金融から商社物流まで全部農協が仕切ってるわけですが、ねですね、逆に言うとその零細がゆえに経営というものをもちろん知らないのでまあ搾取されてる部分もあると。とと、ねはい、とかと結構似てるところありますね,ね だからと構造は一緒ですねだからそれがしかも自民党の評年になっていてっていうところも一緒でで両方とも株式会社が参入できないっていうところも一緒なんですよ。なだから根が深いのは例えば今小泉進次郎とかすごい農業改革に実は彼メスを入れようとしてるんだけどああいう政治家じゃないと無理なんですよ。というのは農家も医師会も要は医師会と町医者の組織なんで。 あの農家も町医者も必ずいるんでそれは大きな評伝になってるので固定票ですからそれがやっぱり欲しいんで絶対株式会社参入させないしっていうことなんですよ。だけど要は本当みんんななな個人商店以下なので経営力が全くないんですよだからそれを少しでもよくしましょうっていうお話まあできるところからしかもそのいきなり MBA みたいな話じゃなく本当 少しずつ改善していって良くなりましょうよとこれね、でも本当はそのもっとやらなきゃいけないことはあるんだけれどもとりあえず現状こうなってるんで、うん、ここから始めないと多分うまくいかないんですよねあの堀江さんがお越しいただいてですねこういうテーマに関心持ってくださったおかげでまあ、農家の経営改善って必要だよねとか、うん、まあまだ あの現場から変えられることあるよねっていうことは、うん、あのその後ずっと活動させていただきながら業界に少しずつ広がってきたところから、うんうん、と思います。なので JA のこの厳しい話もですねこの後行くんですけども最初にちょっと甘いもののお話もしたいと思いましすね。マシだ。はい。大好きということでですねこちらトリエワンのためにです。特別に持ってきていただいた軟水という品種ですね。これちょっとぜひトリエさんカミヤさん試食していただいてもよろしいですかね。 南水めてす,すいは。なんすい、そんなに多くはないんですけれども、うん、長野生まれの品種でして。うん、梨の中でも、糖度が高いのが、ね、うん、特徴になります。あ<ー>南水初めて食った。ね、僕梨大好きなんですよ。ありがとうございます。堀江さんも梨大好き。 神谷さんもなんか梨大好き。梨大好きで。でも、梨大好きだったから、いったようなもんですよ。<laughs> なるほど、ね。いや、それも会いました。あの、あの時、堀江さん動き早い、さすがだなと思ったんですけど。梨ってこともあったんですね。梨ってこともあった。んでえ、あの動画拝見させていただきました。うん、めっちゃ楽しそうだった。これ、ちなみに、本の帯には、あの、以前、堀江ワンにも出演していただいたですね。久松農園の久松さんのですね、メッセージもあるんですけど。 久松さんとどんんなご関係だったでですすそうですね久松さんはもともと農業分野でいろいろ本出されてる、まあ、業界のオピニオンリーダーですけど、うんうん、それこそ堀江さんと私がお目にかかる前からよく相談させていただく心の師匠みたいな方ですけど,ど今は仲良くなった結果になりましたですね何、はい、かあると「これ佐川君どうなの?」とか「はい、久松さんこれ手伝ってほしいです」っていう感じであのお友達で仲良くさせてていいただいてます、はい、まさにこう農業を変える人々というところなんですが。まあ、本当に うちのレストランでも使わせていただいてるんで、うちのレストランは結局デザートはまあ,あメインは季節のフルーツになってるんでなるほど、はい、なるほどやっぱニッコリなしとか見せるともうちょっとみんないや外人とかびっくりしますよ。こんなでっかいなしだんだみたいな。いや結構驚くべき果物が日本にはいっぱいあるんで、毎回みんな驚かせていいんです。まあ今だからちょうど梨の季節ですけど、はい。 もう安倍田支援さんの梨が人気すぎて買えないんですよ。ええ、ありがとうございます。あの代表の安倍田ます,す <laughs> <laughs> 本当に、いや、本当にすぐりでしょう。ええ、今でもあれからの経営改善で畑も増えましてですね。量がだんだん作れるようになってきましたので。うん、もっと多くの方にお届けできればと思ってます。うん、絶対買いたいです。ありがとうございます。 もう今年売り切れてるでしょ。今年はだいぶ少なくなってきましたけど、まだまだ注文できるものあるかなと思います。ニッコリなしは。ニッコリこれから取れてくるんで、まだこれかい。ニッコリこれから。いや、阿部梨恵のニッコリめっちゃ美味いですよ。うれしい、ありがとうございます。 絶対買ってください<う>これ <laughs> すごい宣伝効果で多分 EC100% ですねこれね <laughs> EC すねありがとうございますはい。ということで佐川さんのプロフィールを、えー、ご紹介していきたいと思います、えー、佐川さんはですね東京大学大学院農学生命科学研究科を修士を修了後最初デュポンで研究職に就かれるんですがこれうつ病で休職をされるんですよね でその後あの創業期の、えー、メルカリに入って2014年から安倍な支援ということなんですがこれまず最初これ、えー、デュポンでどんなお仕事をされてたのか教えていただいてよろしいですか僕はもともと環境とかサステナビリティに思いがありましてですね学生の頃からそういう勉強をしてたんですけどデュポンっていう、まあ、会社に入って当時はあの屋根に載せるソーラーパネルの技術者研究をですね数年国内でやってました。でまあ、非常にい、ね、いい仕事だっったんでですすけどななかなかこう研究で成果を出すっていうのと 会社のビジネスにそれをつなげるっていうところのギャップが、えーとまあ、埋められなくてですねこう、まあ、あの若かったのもね青かったのもありますけどちょっとまあ仕事休んだりとかして退職しまして、うんでまあ、その頃にまにプラプラして、まあ、メルカリにちょっとあのお世話になったりとかしてその後梨園にたどり着いたところですね。なし園にたどり着くんですか そうですね自分探しみたいな感じでですねなんかどういうテーマで社会のお役に立ったらいいんだろうっていうのでいろいろ仕事辞めた後も勉強したりとかそれこそなんか IT のベンチャーってどういうところか見てみたいとかって言ってですねあの飛び込んだりとかした結果、まあ あの栃木に帰るかって言ってですね。まあ、デュポンの時に新卒で入った宇都宮に戻り。まあ、なんか地元で何か面白いことないですかって言って、次何やったらいいですかねって言ったら。宇都宮だったんですね。そうなんですよ。それで、あの宇都宮に、まあ、前職の研究所がありましたので。まあ、一度住んだことがありまして。宇都宮のあの工業団地だったり。ですあ、そうです。あのベルアリティが最近通った。おっしゃる通りですよ。本屋とかある。まさに、もうデュポンの事業所の隣を通ってます。はい。 ちなみにその当時の安倍恩こう2014年、まあ、10年ほど前なんですけどこれどんな状況だったんですかね 栃木宇都宮に戻ってたまたま紹介される形で阿部、まあ、梨園っていう梨農園と知り合ったんですけれどもおい、まあ、しい梨は作れてるでお客さんも増えてるでもやっぱり雇用とか経営とかどうしたらいいかわからないっていうところでなかなかこう、まあ、雇ったスタッフに定着してもらえないとかですねあとまあいろいろ試行錯誤して、ね、年中無休で仕事してるんですけどなかなかこう思ったようなこう所得が残せなかったりとかしてですね次どうしたらいいんだろうっていう、まあ、困ってる状況で助けてを募集して してたので,で、ね、加わったっていうところですね。こちら一部抜粋なんですけど、実際に取り組んだ経営改善ノウハウということで、これ500ありましたよね。500メソありましたよね。はい もうねめちゃめちゃ地味ですしこんなもんでもいいですよねブラインドタッチできるようになる確かにうの一緒に練習しましたしんかそのパソコン使わない農家さんってねいっぱいいらっしゃるんですけどじゃあ入力から練習しましょうかみたいなところでそういうことも初期にねやらせていただいんでつけるとかね一見当たり前でどこもやってるものなんじゃないのかなって思っはんですけど。 多分半分以下ですね一割もできてないんじゃないですか1割もできてないと思いますね <laughs>